でも兄様のお役に立てるなら。その兄様、少々よろしいでしょうか。申し訳ありません。こうして改めてお声掛けさせていただこうとすると緊張してしまって、それにリアさんやプレシアさんに習う形で兄様とお呼びさせていただくようになりましたが、本当はまだ気恥ずかしさが強くて。呼び方をでしょうか。承知いたしました。私としても願ってもない機会です。では失礼して。兄様。兄様。ありがとうございました。おかげさまで少し慣れることができたような気がします。はい、そのご存知かとは思いますが、私は冒険者として大変未熟者で、不本意ながら裏世界での冒険でも皆様の足手まといになってしまっています。翻って兄様はまさに百戦錬磨、探幽無双の冒険者です。ですのでこの折に、もしよろしければ冒険者としての心得をどうかご教授いただけませんでしょうか。厚顔無恥なお願いであることは百も承知ではありますが。ありがとうございます。このご恩は必ずお返しいたします。ミヤさんからいただいた兄様にご協力を賜るためのアドバイス、こんなにもうまくいくなんて。はい、兄様。冒険者管理協会が手配するクエスト依頼掲示板、まだ利用したことはありませんが、たくさんの依頼が貼ってあって目移りしてしまいますね。兄様でしたらわざわざ探さずとも依頼は引きも切らずかと思いますが、あえてこの中から選ぶとしたら、大盗賊団の取り締まり、地下水道に逃走した巨大魔獣の捜索、海底遺跡の踏破、世界征服を企む吸血鬼の女王の封印、この辺りでしょうか。申し訳ありません。私ったら、兄様だけならこの程度の依頼、ごく容易なものかと思いますが、本日は私が足手まといとなってしまいますので、どうかご勘定いただければと。もうそんなにも謙遜されるだなんて、兄様はとても奥ゆかしいのですね。いいえ、それだけではなく、私が負い目を感じないようにと。なんとお優しい方なのでしょう、兄様。どうぞ私のことはお気になさらず、兄様のお心のままに依頼を受領なさってくださいませ。その背を後ろから拝見させていただくだけでも、私にとってはかけがえないほどの勉強になりますので。兄様、空き缶はこちらに集めればよろしいでしょうか。空き缶に古新聞に屋台の軽食の容器、こうして町の片隅まで気を配ると意外と放置されたゴミがあるのですね。おやおや、若い子たちがゴミ拾いなんて感心だね。恐れ入ります、ご婦人様。
ですが私は兄様のお手伝いをさせていただいているにすぎませんので。あらあら、まあまあ、お兄ちゃんと一緒にボランティアなの？なんていい子なのかしらね。いいえ兄様、そのようなことはありません。被災な私でもお手伝いさせていただけるのは大変嬉しいですし、それにこうしてパトロールすることにより町の異変をいち早く察知しようというのですね。さすがは兄様です。おうおう、ジジイ、ずいぶんな荷物だな。おい、高そうな酒にうまそうな魚まであるじゃねえか。景気良さそうじゃねえか。おい、いやいや、そんなことは。あれは白昼堂々強盗が行われようとしているのでは？止めなくては。兄様、転んで台無しになっちゃっても寝覚め悪いからよ、俺たちが運んでやるぜ。おい、五丁目の商店街の会合だよな。八百屋のババアや米屋のジジイどもは元気か。おい、会合というよりはジジババどもの飲み会だがな、よかったらお前さんたちも顔を出すかい？お、いいのかよジジイ。やれ、ただ酒だぜ。おい、どうやら顔見知りの方々だったようですね。私の早とちりで兄様に恥をかかせてしまうところでした。申し訳ありません。はい兄様。あら、こちらは。お姉ちゃん、お腹空いたよ。我慢我慢。まったく、薄汚い子供たちですね。このような貧乏臭い者どもの存在は町の美観を損ねるというものですよ。まったく。あれは、あの傲慢そうな方、子供たちを虐げようとしているのでは？止めなくては、兄様。そちらの屋台のマスター、この子たちにありったけの食事を、それに家族のための土産を持たせなさい、大量に。えい、毎度あり。え、いいの？おじちゃん。わーい、ありがとうおじちゃん。おじ、これだから育ちの悪い子供たちは言葉遣いも学ぶ必要があるようですね。将来この町を形作るのはあなたたちなのですよ。また早とちりだったようですね。お疲れ様でした、兄様。すっかり遅くなってしまいましたが、その分町をきれいにすることができましたね。え？期待外れとおっしゃいますと？まあ、兄様ったら。そのようなことは決してありません。冒険者とは向こうの人々の暮らしを守る素晴らしい職業だと私は思います。そして本日の兄様の活動、町の美観を保つ行為はそこに住まう人々の心の安寧につながるものです。その証拠に本日町でお見かけした市民の皆様はとても心の美しい方々ばかりでした。つまるところ、兄様のおかげで今日も町の平和は守られたのだと私はそう思います。いいえ、大げさどころかまるで足りないほどです。兄様、恐れながら申し上げますが、
兄様こそご自身のことを過小評価していらっしゃるのではないでしょうか。いいえ、兄様は世界を何度も救った英雄です。これまでにいくつもの悪しき野望をくじき、数えきれないほどの人々を助けた方です。さらにはそれを吹聴すらしない大変謙虚な精神をお持ちです。そのような方に敬意を払うのは至極当然のことですし、それに、その私はかつて兄様に救っていただいたことがあるのです。もし兄様がいらっしゃらなければ、私はより多くの人々を傷つけ、さらなる罪を重ねていたことでしょう。もちろん兄様にとってみれば、私など無数に救った中の一人に過ぎず、ご記憶にないのは当然かとは思いますが、それでもこのご恩は生涯をかけて返すべきものだと、そう心得ています。あ、その、はい、そのくらいの覚悟だと、そう思っていただければと。私ったら勢い任せで慎みのないことを。申し訳ありません、兄様、本日はこれにて失礼させていただきます。しょうか。ありがとうございます、兄様。ですが、すべては兄様からの強化とご助言によるお力添えの賜物です。このような小型の魔物一匹でも、私一人では決して勝つことはできませんでした。その黒い天使の力を使えば、攻撃の威力や速度を大きく上げることはできるのですが、あれは所詮偶然得た忌むべき力、いつ使えなくなるかも分かりませんし、ならば本来の自分自身を鍛えるのに越したことはないと思うのです。それに力が増すといっても、私の経験などは変化するわけではありませんので。いつぞやコッコロ様がおっしゃられていた通り、慣れない包丁を振り回すのとあまり変わりがなく。あ、ですが、兄様から頂戴する強化はまた別です。そもそも兄様の力は、私の黒い天使の力などとは比べられない清廉潔白のものです。せっかくいただいた兄様からの力を使いこなせず、この程度の魔物に苦戦してしまうのは、ひとえに私の未熟ゆえで。ですが、それでは兄様の貴重なお時間をますます無駄にしてしまうのではありませんか。私などのために。兄様、なんとお優しく思慮深い方なのでしょう。ただでさえ返しきれないご恩があるというのに、これでは。いえ、でしたらなおさら私の恩納など一秒たりとも許されませんね。どうかお願いいたします、兄様。私に強化の力を使いこなすための特訓を。はい。Yeah.
重っ。ご心配をおかけして申し訳ありません、兄様。体の方は何ともありません。ですが、いくら私が未熟者とはいえ、なぜこうもうまくいかないのでしょうか。もちろん一朝一夕ではペコリーヌ様やキャル様のように軽やかに動けないことは承知しておりますが、もしや、やはり私には冒険者としての適性が不足しているのでは。それはそうかもしれませんが、その私はこれまでの15年の人生の中で自分から外の世界に触れることが全くありませんでした。学ぶ知識も関わる人も全て家が選んだもので、特に荒事からは徹底的に遠ざけられていたため、初心者というよりまだ冒険者としてスタートラインに立てていないのかと。もちろん育ててくださった両親には感謝しておりますし、自分の至らない理由を家のせいにしてしまうのは甘えた考えかもしれませんが、はい、兄様。では次は武器の素振りでしたでしょうか。兄様、どうしたのですか。剣を構えるなど、私が何かご不快なことをしてしまったのでしょうか。え、実戦稽古ということでしょうか。そんな、できません。兄様に対して刃を向けるなど私にできるはずが。もちろん私の技量は兄様には遠く及びませんが、万が一ということもありえます。もし兄様におけがをさせてしまうようなことあらば、私は決して自分を許せません。いっそ自刃した方がマシです。僭越ながら私は兄様のことを他のどなたのことよりも信じています。いえ、崇敬させていただいていると言えるかもしれません。なぜなら兄様は英雄で偉大な冒険者で、私を救ってくださった方で、まこも先ほどもそうおっしゃってくださいましたが、私などが兄様のお仲間を名乗らせていただくのはおこがましいことかと。これほど大きな魔物がランドソルの近くに。いや、それよりも町に入られてしまう前に討伐しなくては。兄様、お願いいたします。兄様、もしや私に実戦の経験を積ませようと。なんとお優しい。そうとあらば、今の私の全力で参ります。だこの姿になっても歯が立たないなんて。兄様からの強化もいただいているはずなのに、やはり私では。兄様、おけがを。申し訳ありません、私のために。ですが、よくも兄様を。兄様、
私を心配させないよう振る舞っていても浅からぬ傷のはず。これ以上のご負担にならないためにもいただいた強化のお力今こそ使いこなさなくては。でもどうすれば。信じてほしいと兄様はおっしゃられた。それはきっと盲信ではなく背中を預け合う冒険者として、手を取り合う仲間として。ですが罪に汚れた私が兄様の隣に並び立つなど不遜極まりないこと。もし叶うならそうできるのでしたらどれほど良いか。だって私は数形し振幅するだけでなく心より兄様のことを。はい兄様。みんな焼きたてだよ。新作の魔法薬入荷してるよ。大江戸の漢方もあるよ。見てって。ここが王都ランドソルでも指折りの繁華街。すごいにぎわいです。さすがはペコリーヌ様のお膝元ということでしょうか。行き交う人もお店の数も大変に多くて、こうした場に慣れないせいかなんだかめまいが。あれ、そこのお嬢さんなんだか元気ない感じ。うちのフルーツジュースとかいかがですか。絞りたてでさっぱりしますよ。まあとても美味しそうですね。そうでしょそうでしょ、お嬢さん見ない顔だし、お近づきの記念にサービスしちゃいますよ。申し訳ありません。私大事な買い物の途中で。その失礼いたします。しっかりしなくては。それに無駄遣いをしている余裕はありません。だって今日は兄様への贈り物を選びに来たのですから。ここ数日兄様からは冒険者としての心得を手取り足取り学ばせていただいています。私などのために貴重な時間を割いてくださる兄様にほんのわずかでもお返しさせていただかなくては。
切れ味抜群、珍品の剣に斧に槍、ランドセル1のメーカーの出張版だよ。上物揃ってるよ。剣、兄様に剣をお送りする。つまり私が送った剣を兄様に使っていただく。それはなんだかとても素晴らしい考えに思えてしまいます。ですが現在兄様がご使用になっている剣は素人の私の目からもかなりの技物のように思えます。きっと苦楽を共にして愛着も終わりでしょうし、それにランドソルにはこの商店街の他にもたくさんの剣を扱う店がありますが、兄様ほどの英雄にふさわしい一品となると、それに問題はもう一つ。失礼いたします。ご店主様、こちらのお店の最も優れた剣はどちらでしょうか。ん？そりゃそこの箱に入ってるやつだけど、ちーっとばかり値が張るぜ。1、10、100、1000、万、10万。失礼いたしました。まったく己の世間知らずぶりが嫌になってしまいます。一級の刀剣があれほどに値が張るものだとは。手持ちの装身具や髪を売ったとしても全く届きそうにはありません。これは残念ですが方針を変える必要がありそうです。剣以外で兄様にお送りできるもの、殿方にふさわしいもの、それでいて私にもあがなえるもの、考えすぎと商店街のこの人いきれのせいでますますめまいがしてきました。ですがこの浮き足立つような感情は楽しいのでしょうか。こうして自分だけで贈り物を考えるのは初めての経験だから、いえ初めてというなら、こうしてどなたかを強くお慕いするのも私にとっては初めての。おいこらてめえ、ふらふら歩いてんじゃねえぞこれ。申し訳ありません。お怪我はありませんでしょうか。痛えよ。慰謝料よこせ。慰謝料100万ルピーよ。100万。そんな私には持ち合わせが。なめてんのかガキが。大人のルール教えてやんぞこら。てかよガキかと思ったがすげえ上玉じゃねえかよ。よお嬢ちゃん、ちょっと俺たちに付き合えよ。そしたら慰謝料なしで許してやっからよ。そんな困ります。困りますだってよ。いいから来いよな。どうせ一人なんだろ、俺たちが遊んでやっからよ。誰だてめえ。なんで男連れかよ。けっ、すまんねえな。助かりました兄様、ありがとうございます。兄貴だ、バカ言え、全
っちゃん似てねえじゃねえか。てかよ、お前知ってるぜ。この前は他の女連れてたよな。ずいぶん仲良さそうによ。おうおう、浮気されてショックって顔してるぜ、リリちゃん。かわいそうによ。兄を名乗る不審者にゃ、俺らがきっちりお仕置きしてやらなきゃな。ですが。逃がすかよ、やっちまえ。くらえ、おら、つけこまし野郎。私はともかく兄様にまで手を挙げるなんて。あなた方は魔物と同列か、それ以下の下道です。もう堪忍できません。おお、あぶねえ。なんだこいつ、さっきのガキか。ずいぶんイメチェンしやがったな。それどころじゃねえよ相棒。俺はこいつ知ってるぜ。ねえ見て、あの子。あの黒い羽って。そうだ、あいつこの前町を無差別に襲ったやつだ。まだ生き残りがいたってのかよ。近づくな、殺されるぞ。ナイトメアを呼べ。待ってください。逃げろ、死にたくねえ。戦闘実行。なんだこいつら、魔物よりやべえ。シャドウコントロール。やめて、やめて。うぎゃー、助けて、助けて、誰か。任務実行。そうです、市政の人々から恐れられるのも当然のこと。なぜならば私はに様近づかれてはなりません。兄様まで私の仲間だと思われてしまいます。いえ違います。もともとは兄様や皆様にとって私は敵なのです。兄様やペコリーヌ様たちがあまりにもお優しい方で、私たちはただの少女として扱ってくださるおかげでつい甘えてしまっておりました。ですが本来私は数えきれない人々を傷つけた大罪の徒、贈り物選びで浮かれたり、ましてや兄様に甘えるなど決して許されることではないのです。兄様
そうです。この温かく優しい方が私を縛る鎖を断ち切ってくださった方。あの日、あの時より私の全てはこの方のためにあるべきもの。幾度も世界を救った英雄で、それで私の兄様、生まれて初めての誰よりも強くお慕いする方のために。兄様、兄様、起きてください。兄様、困りました。どうしたらお目覚めいただけるのでしょうか。掛け布団を剥がすのは兄様を驚かせてしまうかもしれませんし、お体に触れるのははしたないような。いえ、いっそそうなれば目覚めの口。おはようございます、兄様。お目覚めになってくださってよかったです。朝毛の支度できていますよ。まあ兄様、まだ意識がはっきりなさっていないのですね。先日ご挨拶させていただきましたが、改めまして、私は徳川リリと申します。はい、それはもちろん兄様が私の恩人だからです。護衛隊長さん、お嬢様を早く見つけてください。分かっている。もし万が一があれば、我々は親方様に叱られるだけでは済まない。ここまで来れば大丈夫でしょうか。メイド長様、護衛隊長様、申し訳ありません。ですが私はどうしても手に入れたいのです。願いを叶えるゲームというものは。とはいえ困りました。街に出さえすればすぐにゲームを販売する商店が見つかると思っていましたが、どちらに向かえばよいのでしょうか。あまりにも広すぎて少しめまいが。こうしていても仕方ありませんね。メイド長様たちに見つかってしまうかもしれませんし、ひとまずもう少し人の集まりそうな場所を目指さなくては。私をかばってくださった兄様は車にはねられてしまって、そのまま病院に。不幸中の幸いではありますが、命に関わるお怪我はなく、外傷は擦り傷や打撲程度で済んだようですが、しかし記憶の一部に混濁が見られるようで。返す返す申し訳ありません。私の不注意のためにこのような惨事を引き起こしてしまうなど。ですが兄様、なんと慈悲深くお優しい方なのでしょう。兄様のような方と出会えたこと、私にとっては妨害の幸運。まるで箇所の夢にふけるかのような心持ちです。兄様、聞けば兄様のご両親は長期の出張でご不在とのこと。お怪我の痛みや後遺症など今後の生活で不安を募らせることがあるかもしれませんが、どうかご安心ください。どのようなことがあっても私が一生かけて兄様のお世話をさせていただきますので。いいえ、
そのようなことは決してありません。兄様は私の命の恩人なのですから。さあ兄様、どうぞお召し上がりください。そうでしょうか、少しばかり量は多かったかもしれませんが。あ、大変失礼いたしました。病み上がりの方にお出しするのでしたら、もっと消化のいいものの方がふさわしかったでしょうか。はい、もちろん兄様のことを思って私が。あら、私はこんなに料理が上手だったでしょうか。これではまるでリアさんのような。リアさん？そうです。すべてを手ずからというわけではありませんが、私がご用意させていただいたものです。いえ、とんでもありません。私には大したことはできませんし、やりたくてやらせていただいていることですし、それに、とても楽しいのです。はい。箸休めにでも聞いていただけると幸いなのですが、私の家は先祖代々の飲酒を重んじており、その末裔として私も数々のしきたりに従って生きてきました。時代遅れかとは思うのですが、例えば、許可なく家から出てはいけないことや、服装や所持品、購入の制限などでしょうか。あ、その、あの時は、ゲームというものを買ってみたいと思ったのです。願いが叶うゲーム、レジェンド・オブ・アストルムを。それで、一人で勝手をしてしまい。全くないと言えば嘘になりますが、メイドの皆様が口にされていたお話では、願いを叶えるには厳しい競争を勝ち抜かなくてはならないとのこと。私は荒事には向いておりません。きっと道半ばで挫折してしまうでしょう。ですがそれより、そのゲームの世界ではどんな冒険も思いのままだとも聞いていて、たとえ現実の世界ではカゴの鳥だとしても、架空の世界で自分の意志で歩むことができるのなら、それはとても楽しいことだと、そう思ったのです。それはですが、その今はそれよりも楽しいと思えることを見つけてしまったようで、こうして兄様と一緒の時間を過ごさせていただくことが、私には何よりも。そう、私は恩人である兄様のお世話をさせていただくために、父様と母様を必死に説得して、ですが、私の説得でお二人に納得いただけるものなのでしょうか。いえ、現に私はここでこうして兄様と。兄様？あ、その父様と母様のことだけではありません。なぜ私はお会いして間もない殿方を兄様とお呼びするなど、ぶしつけな振る舞いを。そのことに違和感もなく、さらには以前から何度もお呼びしていたように自然に。いえ、何か取り越し苦労だったみたいです。今朝はかなり早くから起きているのですが、まだ寝ぼけてしまっているのでしょうか。兄様の前でこのような醜態を見せてしまうなんて。
ですがこちらは兄様のためにご用意したものですし。その兄様、いくら世間知らずの私でも赤子ではありませんから、兄様にわざわざお手間を取らせるようなことは。それはもしやレジェンド・オブ・アストルムのことでしょうか。ですが私はゲームというものをした経験がありません。兄様の足手まといになってしまうかと。はい、お願いいたします。どうか手取り足取り教えていただけますか、兄様。はい、お疲れ様。2、2、3、ま、そう、あたしよ、あたし。もう、なーに不満そうな顔して。あんたの妖精じゃないのか。え、おあいにく様、ちょい事情があったりなかったりって感じだし、とりま、あたしで我慢しときなさいな。って自分で言っててなんかムカつくわね。あたしは替え玉かっての。でもまあ、夢の改変っての、初めてやってみたけどコツがいるっていうか、結構むずいもんなのね。そうよ、リリちゃんだっけ、あっちの彼女の体験とこっちの彼女の願望をミックスジュースしてみました的な。兄様に危ないところを助けられちゃうとか、あの子ベタい感じのシチューがお好みっぽいわね。かわいいじゃない、なんか結構むっつりっぽいし、二人っきりだと意外と積極的だし、料理はまあこれからっぽいけど覚えりゃできるっしょ。ついでに意外と勘がいいっていうか、夢ってバレちゃわないようにごまかしたり修正したりで、ちょっとヒヤッとしたけど、そもそもあんたとリアルで接点ないせいで、ちょっとしたことで違和感持たれやすくて、辻褄合わせむずいのよね。バタフライエフェクトって言うんだっけ。まあそこは今後の課題ってことで、次の夢の時はもうちょっとうまくやるわ。それはあんたのためよ。なんて嘘、私が楽しいからに決まってるじゃない、バーカ。っていうか、あんたさ、マジ女の子疑わなすぎ。ガバガバでやんなるわ。はあ、何度も落ちたりぶつけたりで、脳みそパンチドラってるかもしんないけど、ちっと考えなさいって。例えば、どうしてあの子らが、端末の素材にされてたのか、とか、
豚の子はまあ親があれだからって理由だろうけど、なら他2人だって何の理由もなしに使われてたなんて思わない方がいいんじゃないの。まあ私も別に確証とかあるわけじゃないけどね。あと私がいじったリリちゃんの夢、さっきも言ったけど、あれあっちの彼女の体験にこっちの願望を混ぜたやつでさ、ってことはさ、あの子が言ってた身の上話とか、あんたが登場する前の経験とかは、まあ大体マジなんだけどさ、親からガチめの監視されてたあの子がどうやって耳をゲットしたのかとか、アストルムにダイブしたくて耳買いに行って車にダイブしちゃって、夢じゃあんたが助けたけど、本当はその後どうなったのかとか、どう気にならないでしょ。ねえやだ。前にも言ったでしょ、私はあのガイド妖精と違ってあんたの味方ってわけじゃない。私は中立で平等、それから趣味はあんたをからかったりやきもきさせること。そうよ、私が楽しいから仕掛けたに決まってるじゃない。ってこれもさっき言ったっての、ついでに言うなら、あんたはまだ彼女のことを全然知らないっていう話。そりゃそうよね、まだ会ったばっかなんだしね。なんか喋りすぎちゃった。じゃあそろそろお開きね。ま、次はもっとうまくやってみるわ。暇つぶしになるって分かったし、それじゃバイバーイ、また遊んでくださいな兄さま。兄さま、私眠ってしまっていたのでしょうか。兄さまにおすがりしたまま。申し訳ありません。なんというご無礼を。ありがとうございます兄様。そのなんだかここしばらくずっと夢見が良くなかったのですが、今は久しぶりにとても良い夢を見られたような気がします。兄様と朝げを共にさせていただいたり、兄様から遊びに誘っていただいたり、冒険の手ほどきを授けていただいたり。兄様よろしいのですか。そのようなことをおっしゃられると私ますます甘えたくなってしまいそうで。まだ彼女のことを全然知らない。その代わり。はい、もちろんです。どうぞ何でもご質問ください兄様。してまといしょ。
力添えいたします。忌むべき力とて、この力を使うしか。シャドウスプリット、私とてまだいけます。負傷します。シャドウスプリット、お力添えいたし、最後まで負傷。シャドウスプリット、さらに精進いたします。まだこの力を使わねばまともに戦えません。ですがこれから兄様の背から学び強くなります。どうか私にたくさん稽古をつけてくださいませ。まさか本当に兄様とご一緒に冒険できるとは、今でも夢を見ているようです。ご恩返しのはずが、こちらばかりがお世話になって心苦しいばかりです。実は兄様に護衛の依頼をするかとても悩んだのです。何せ私たちは罪を犯し、兄様たちとも戦い、町の人々を苦しめた張本人ですから、護衛どころか許していただけるのかどうかすら分からず、お会いするまで不安でいっぱいだったのです。兄様に拒まれたらとても悲しいですから。ですが兄様は広い心で受け入れてくださいました。兄様の度量を見くびってしまったこと、お詫びさせてくださいませ。そして本当に この姿になるたび自分の罪を思い出します。兄様に刃を向けた無礼も、今となってはこの命を捧げてでもお詫びしたいほどです。最近兄様のお隣にいるだけで楽しくて、何気ない毎日すら冒険に出ているようにワクワクします。これほど日常を変えてしまうなんて、さすが兄様ですね。普段は人に肌を見せたりはしないもので、この服装は恥ずかしいというか、少々抵抗感があります。ですが兄様になら見られても。このままここにいていいのかと思う時があるのです。多くの人を傷つけた罰を受けるべき身でありながら、兄様とこれほど幸せな時間を過ごしていていいのかと。兄様があまりにも私を普通の少女として接してくださるから、己の立場を忘れてしまいます。やはり私は未熟者ですね。ですが本当に嬉しいのです。このご恩は必ずや生涯をかけてお返しせねばと心から思えるほどに。ですから今しばらくおそばに置いてください、兄様。